いやね、うん、選手は危なかったですね。出す動画がなかったんでね、うん、ありがとうございます本当に。いやいやいや、東口少年のおかげでもう3本も取れてますから、ね。何ですか今日は。今回は、まあ、このコロナがちょっと収束なのか、うん、マスクをつけていいとかなんかある中、はい、やっぱり、うん、夜色町の方歩いてみても、はい、お客さん減ってるんですよね。ちょっとね、そうですか、うん、心配ですよね、うん、でね、はい、やっぱ色町がやっぱちょっと、うん、潤ってないということで、うん、まあ五反田、うん、活性化企画、はい、もう、うん、ラチ開かないと。何がもう駐車場にお金をつけようがね、はい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 、おごってあげようが、うん、カーセックスしようが、はいはいはい、ラチ開かないよ。ラチ開かへんな。そんな今頃気づいた。俺らがこんだけやってんのに活性化されない。活性化の仕方がおかしいから。もう、うん、直接、はい、お店に、うん、お金を落とそうという企画です。どういうことですかそれは。お二人には、うん、まあ、風俗店、うん、行っていただきまして。お、はい、ね、興味深いな。何お前ライフスタイルだよ。何何何。まあ風俗にもよると思うんですけど、うん、女の子が、うん、シャメ日記っていうのをあげてるのご存知、うん、はいはいはい、分かってますよ、ね、はい、はい、うん、まあ、さっきちょっと見てたら、うん、今から出勤します、うん、みたいなのも、うん、もちろんある、はい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 、最近ここでご飯食べました、うん、美味しかったです、うん、ディズニー行きましたとかももちろんあるんですけど、はいはい、うん、そこには、うん、まあ、自分が、うん、まあ、施しをしたお客さんに対して、はいはい、お礼のメッセージを書いている、うん、まあ、ブログがあるんです、ね、はい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 、今回は、うん、その写メ日記で、うん、お礼のメッセージを、うん、どれだけ、うん、書いてもらえるかという企画です。ほう、どれだけ書いてもらえるか。だからまあ、とりあえず、とりあえず確認しておきたいのは、はい、風俗には行けるの。行けるよ。その YouTube で扱うことは、うん、俺らがその風俗に行ったという事実が流れるってことで、うん、それは そこにまず抵抗はないんだよ。それの何がわかんの。何があかんじゃない、まずそこはなんか、ええ加減カッコつけてやめろお前。カッコつけてなあ、おかしいから、そんな恥ずかしいこと。いやいや、恥ずかしいというか、うんうん、感謝されるってことは、そうそうそう、誇らしいことでしょ。どれだけ賛辞を集められるかというような、その日記から伝わってくる賛辞で何すんのそれは。対決ですね。対決、はい、勝手にお前が言って書いてもらったらええやん。対決せんでええよ。何が俺たらどんなこと書いてくれたんかなでええやん。お前さ、こいつ、ちょっとどうする、しばくどうする。ずっと格好つけてる。ちょっと逆に聞きますけれども、うん、いいお客さんであるという自信がないってことですか。あ、そういうことやな。あ、そうや、いや、こいつ全然焚きつけられへん。そうなんだよ。こいつ風俗業界でだいぶ悪評らしいからね。ほんまに。ああ、俺だって自分の見たことあるもん。え、俺行った、書かれてたの。書かれてたよ、うん、それはどういう感じで書かれたの。いや、俺は林田で行ってるから、あの H 様みたいな、昨日は来ていただいてありがとうございました、至福の時間でしたみたいなとかはやっぱり、あれ、あ、まあ、うわっ、まあ、うわ、また行こうってやっぱなるわけ。そういう見返すんや、その書いてるんかなって見返すの。それは俺のこと書いてくれてんのかな。まあそうね、だいぶ特殊なエゴサーチ。ホームページ対決内容なんですけど、はいはいはい、ポイント制にしましょうと。お、例えばこういうこと褒められたら何ポイント、うんうん、はいはいはい、ここを褒めてくれたら何ポイントああみたいな感じで、はいはい、ポイント制にして競おうかなっていう、うん、じゃあもうとりあえず、うん、ね、あるこれ、まあ、はい、とりあえず変えていくか。変えやな、爽やかやな。とりあえずいけると思う。え、ないよ、飛んでるで、飛んでるで、おい、何何何何何何何。とりあえずいろいろもうワードというかポイント変えていこうか。分かった。強い、飛ぶよな、お前。でもベタなとこから行った方がいいんじゃない。楽しかった。うん、うん、1ポイント、1ポイント系を羅列で立ってあげたらとりあえず、はい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 、優しかった。ああ、で、うん、あとは何、あとはまあ絵文字よね。絵文字、絵文字、絵文字は何でもいいの、ハートでも何でも、うん、まあ、ハートマークやっぱ見てると合いますね、うんうん、あ、やっぱある、うん、クジラのマークみたいなないですか。しよう、しよう、あー、確かに店によるんだ、はいはい、
あとは何もう大根のとかな、ね、大根そんなその巨根の的なっていう、なるほど、まあまあこの辺はちょっとじゃあ見てからって感じですか。そうね、はい、絵文字は、はいはい、2人が普段どうしてるんか知らんけど、うん、お土産買っていく人おるやん。はいはいはい、あーはいはい、差し入れね。そうそう、差し入れに対するお礼があってもいいかもね。あー確かにね、いや買っていかんやろ。えお前やばいな、マジで。こっち金払うとこないやんな。うわあもう、悪いから前や。ほんまにお前みたいなやつを俺は風俗業界から排除していきたい。俺そんなドッグ使ってへんのよ。何それ、あなた、あらかじめコンビニ行ってなんか買ってきたやん。そうよ、俺がよくやってた手法は、水とお茶を2本買ってって、あの、もしよかったらこれどうですかっつって、うん、好きな方を選んでもらうみたいな。それどういう理由で買っていくの。いやもう向こうもさ乗ってくれないとなんか嫌やん。それはせっかくの時間を共有する。そうそうそう、あいい人だなって思ってもらわないと嫌やんか、うん、ね。そのためだけで買っていくってことですか。そうよ、それ以上の何も別になんか、うん、その下心はないってこと、うん、何がその下心やんさ、そのだから、うん、その許されるギリギリまではそら、うん、いやそれやあるやろ、そらもしかしたら差し入れはいいかもね。差し入れのなんやろな、評価、評価ね、うん、差し入れの評価、そこに触れてくれたらいいよね。そうね、今見てると、うん、あっという間だったみたいなのもあります、ね、ああ確かに、はいはい、いいね、時間が忘れさせる。あ、あれはあるんじゃないですか、その単純にその、うん、めっちゃ出たみたいな。確かにね、どっちのどういう店に行くかっていうのもあるよ、うん、まあそうね。で言うたら袋は S やん、うん、で俺 M やん、うん、だから店変えてもいいよ携帯を、うんうん、例えば それお前 M 生が行きたいだけやろ。はそんなもん違う違う、例えば、うん、お前は別に M 生がそんな行きたくないやん、まあ、ってなるとな、うん、あのデリヘルとか、うん、ヘルス系になってくるやん、うん、で、うん、ヘルス系って割と男も攻めるじゃないですか、はいはいはい、でそうなってきた時のしゃべり気変わってくるよね、はいはいはい、めっちゃ気持ちよかったとか、あ女性が満足した、ね、そう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 、あだからそれで言うと、うん、量めっちゃ出たスラッシュ、うん、気持ちよかったですかね、うん、スラッシュ、受け身と胸側のね、女の子みたいだったわそれは褒め言葉なんだ、それは。その褒め言葉でしょ女の子みたいに何やそれよがってた気持ち悪いねとかはね、どう書かれたことあんの、うん、まさかそう2回行くと、ああ連続、うん、ああそれまあ店にもよるけどね、連続行っていい店と、そういうことね、時間内やったら何回でも別にじゃないんや。そうね、うん、ずっと知らん体で喋ってるからもう一人、もう一人カッコつけてゾロ出んでこれは死活問題だよ、ゾロ出んで嫌やねこれ、まあ、確かにこれは死活問題ではある、全員で対決しちゃうのじゃあまあもうじゃあもうそういうのとね、うん、あとは気絶、気絶し気絶した、気絶、あの気絶には本当に驚いたこれでもこれ書いてもらおうと思ったら気絶した方がいいそれ絶対書かれるやん、そもそも顔は刺されるんですか2人。ああそうか、その気づかれたことはあるし、よく森田さんここの店来ますよって言われることお前やっぱあれか、俺がたまにやってる風俗トーク盗み聞きして俺の行ってる店行ってるってこと。お前は俺の後をなぞってくるな、お前。だからそれが一回あってから俺は五反田ではもう行かんようにした。いやいや行ってたやんこの間。でそれはチャイエスやからええです。サムライやろそんなもん。実名ポイントはどうですか。そうっすね。いや 高すぎるやろそれ。実名を書かれた。それはええんか。ええんかそれは。何がそんなやつおらんの、実名書かれたやつみたいな。あえモグライダーともしげのこと。どれ。昔ね、大昔ですけど、ともしげさんがどっかの風俗行って、でちょうどその時に認定漫才師に。ザ漫才。なって。で、その、 あのジョーの写メ日記に、うん、今日モグライダーのともしげっていう人が来てなんか認定漫才師になったらしいよっていう写メ日記をあげたのよ、うん、でその認定漫才師になった情報ってまだ世に出したあかん情報やから、それをその写メ日記を、モグライダーのファンの女の子が見つけて店に電話して、あの写メ日記消してくださいって言ってまだ出したあかん情報なんだともしげさんな言われたっていう逸話はあるけどね。じゃあ、ありえる話ってことね。ありえる話で
まあそれはもうジョーもモグライダーともしげさんもやばいもんね、それはね。まあね、どっちもおかしいもんな、うん、そうね、どっちもおかしいよな、その見ず知らずのジョーに俺認定漫才師になったんだし、ともしげさんもやばい、ね、テンション上がったやろうけど、はい、こんなの初めて。ああ、なかなか疲れすぎて、この後のそのもうあの出勤やめちゃったみたいな、その日のすごいね、その日の。じゃあ俺やったら魚みたいにもだえてた一番の、上がったばっかりの魚みたいにもだえてた例えられるのが嫌や魚みたい、まあ、ワードはまあまあどうですか、これぐらい。あとはあ、お互いに枷みたいなのはつけ、なんかつけるというか、はどう、それをどうやって写メ日記で確認するの。いやだから例えばだよ、あの何や、巨大かぼちゃの話めっちゃ面白かったとか、お前がそれを課せられたら、うん、絶対に巨大かぼちゃの面白い話せなあかんっていう、うん、まあそれを、うん、でさらにそのここに書かれたらプラスポイントそういうことよね。ああ、でノルマですね、ノルマ、うん、あ巨大かぼちゃで いきますか、うん、なんで巨大かぼちゃ巨大かぼちゃのどんな面白いバージョンあんねそんな話、めっちゃ切なかった、うん、なったらなったらだいぶポイント高い、どう切なくすんねん。じゃあワードにする、ワード、うん、そのワード入っとけばいいってこと、そういうことにする、はいはい、で結構しつこめに苦労入ってる時とかも、うん、巨大かぼちゃの話をしとけば、うん、なんかいいんじゃない、うん、そのいける、うん、巨大いける巨大かぼちゃ、いや、うん、まあでも、うん、おっぱいから入るからな、何巨大かぼちゃみたいって言って、あ、しかもそんなこと言われたの初めてもあるからな、なるほど、あ、まあ、だから巨乳がいたらね、巨乳がいたらね、変なやつやで、そうそうそう、だからそっからどうフォローしてっていうことになるやろうけど、で森田さんのことじゃ指定してあげてください。だからそれぐらいのことってことね、うん、遠ければ遠いほどいいんじゃない、そうやな、あ、夏の網戸とかはちょっとそのさ接続詞接続詞違うだよ、違うアミドやろそれやったら、巨大アミド、巨大アミド無理やって、巨大アミド、巨大アミドは無理やって、高級アミドとか、あ、高級アミドな、何やねん高級アミド、分からんけど、あ、でもアミタイツとかを見て高級アミドみたいな、まあ、まあ同じぐらいの水さかもしれない、そんなこと言われたの初めて、うん、はい、まああるかもね、履いてたらいける、ね、はい、進むかなそれ、え、うん、今日からですね、はいはい、今日行っていただいても全然いいんですけど、ああ、うん、1週間ぐらい以内、以内、はい、に行っていただきまして、はい、でそこで写メ日記を見ましょう、うん、はい、はい、あ、俺はもう確認はしないと、しない、はいはい、エゴサーチ禁止、エゴサーチ禁止かいですよ、ね、はい、じゃあということで、はい、じゃあ分かりました、行ってください、はい、ありがとうございますお疲れでした、もうすぐ行くやんあれからあ、はい、さっきさっきなまあまあまあ、まあ、あ、行った後ちょっと眠くなるやつ、賢者タイムらしいですね行ってきましたよ1週間、はい、行ってきましたか、大手を振って、ね、はいはい、大手を振って言うもんでもないですけどね、まあまあまあ、タレントがね、あ、ぶっちゃけあの行った感想としては、うん、やっぱりねこのホワイトボードがちらついて、はい、集中できないです本当そうなんですよ、あ、なんかね、そう、なんかそのそっかって、うん、その普通に行くだけじゃないんやっていう感じというか、心から楽しめてないな、確かにな、いやまあ気持ちよかったんですけどね気持ちは良かったんですけど、はい、うん、見てないからね、うん、そこからは見てない、見てないでしょ、店とジョーを、うん、鍋ちゃんに伝えて、はい、終わりです、そっから全く見てないです、はい、はい、まずいつ行ったんでしたっけあれは、僕は11日ですね、はい、土曜日の、夜に行きましたね、はいはい、俺初めて行く店で、はい、受け身の店やと思ったんですけど、うん、ね、男側がそうそう、男が受け身の店やと思ったんですけど、はい、ご奉仕 M みたいな、ご奉仕 M? あの店なんですよ、だから、はい、まあ言ったら
ジョーも攻められるっていう、うん、こっちも攻めていい感じの店というか、うん、はい、うん、っていう感じでしたね。上のワードで言うと、うん、量めっちゃ出たも取れるし、はい、気持ちよかったも取れる。そうですね、結局 M の方がポイントは取れるんだなっていう感じですよね、はいはい、S にもなれるんだからっていう、はい、うん、こいつは無理でしょっていう、はい、M なんかね死んでも嫌でしょっていう感じなんで、こっちはベースが M なんで S にもなれるよっていう、はい、はい、どういう会話をしていったのか、はいはいはい、ちょっと こと細かく教えてほしい。まず差し入れ、うん、買いました、はいはい、私、はい、ローソンに行きまして、はい、まずは、あの餅食感ロールね、ローソンうまいやつな、うん、はい、あれの、桜今この季節限定ですか、はい、季節限定のあのピンクのやつ、いちごのやつですね、いわゆる、はい、で、スタバのカフェオレ、はいはい、これは結構スタバだわざわざあのあれよ、はい、コンビニのスタバのでも高いよ、あ、はい、と、あとはヨーグルト R1 結構多いね、飲む R1、やっぱ体がね資本なんで、風俗場の方も、うん、で、まあ緑茶、カフェオレが嫌な子の場合は、緑茶でどうですかっていう、はいはい、選択肢ね、はい、選択肢を与える、はい、で、プラス、アマゾンカード、3000円分、いやいや怖い、なんだそれ、いや怖いって、いや差し入れポイント欲しいから、はい、そこは今ホテルに入りました、もう間もなく、女の子が来ると思います。まずね、もう入った瞬間に、へえみたいな感じの、顔さしてってことは、そう、マジみたいな、モロッコやってるって言われた、モロッコモロッコなってすぐ、ね、モロッコなってすぐ、知ってくれてんのって、あ、知ってるよみたいな感じで言われて、うん、まあスムーズに、で差し入れ並べて、はい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 、どれを選択されなかったの？いやった、選択というかもう全部あげるから、ああ、な、何これ怖いで、でやっぱ一番食いついてたのはアマゾンカード、金やもんな、それ、うん、もうお金やもん、うん、私、最近ネットショッピング覚えたのって、まあ、それはなんだよ、それは別にって言われて、じゃあいいよこれ全然、ね、持って帰りみたいな感じで、全部あげました。でその店はね、なんかすごくて、ね、即尺が、即尺って何、もう、お風呂とかもなしで、速攻、尺八っていう、もう玄関上がってすぐ、そうそうそう、もうまずお金払うじゃないですか、はい、で、まあ言うたらこうね、されるわけですよ、うん、で、されながら、お店に電話してって言われる、うん、何、お店に、何々ちゃんが来ましたっていう報告をしてほしいって言われんねんか、で、お店に電話するやんか、来ましたよとかな、ほんならね、電話した瞬間にこう来るわけやん、で、はい、もしもしって言った時には、俺はああって声出るやん、ほんなら、あ、もう舐められてる感じですそれが多分デフォルトであるんやろな、ああ、で、あ、そうです、じゃあごゆっくりどうぞって言われて切るみたいな、だそれがあるんでしょ、そういうサービスが、最高のスタートよね、最高のスタートですね、はい、で次にやっぱり一番処理せなあかんのは高級網戸、はいはいはい、そこがやっぱネックやからな、そう、この高級網戸ポイントを取りに行かないと、はいはい、はい、いけないと、ね、はい、いうことで、もうブワーって始まるのよ、うん、みるみるうちに裸になっていく、向こうも、うん、で、うん、シャワーはないよ、即尺やから、とりあえず、とりあえずよ、で、いや、やちゃんないよ、何言ってんの、で、ここを、手でされながら、うん、俺のこの足に向こうの股間が当たるのよ、わかります、はいはい、ここでなんかちょっとこするみたいなところで行くかってなって、うん、なんか足に当たってる、高級網戸みたいいけるか、いけるか、それ
それお前も勃起できてるかそれ聞いたから大丈夫か、そんなん言うたりしてんねん。もうだってやっぱり高級アミドのエピソードトーク作るのむずいってなるとやっぱ高級アミドをすり込まないといけないから、だからこれな、何やろな、すごいなっつってマジで、え、高級アミドしかないで向こう冷めへんねこの人何言うてはんねん、やっぱすり込まなあかん、だから褒めの言葉っていうふうに意識したらもっと分かるんじゃない、そうやね、舐めてくれるわけですよ、はい、で、え、ちょっと待って、これ口ん中も高級アミドなあの手とか入れていいんですよ、はい、だからその時にえ中もこうだってサメ日記選手権でしょ決まったんやからもうそう言うしかないの、いじられてるんかなと思う、いやでもなんかめっちゃ和やかよ、何ずっと高級網戸って、でもこれは俺からしたら俺こっちのもんや、こう絶対サメ日記書くってなったら高級網戸って書いてくれるよねっていう、すり込んでるもんね、そう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 ワードとして、で、あるよまだ、そうあの気絶ね気絶これそうやっぱこれ M としてはこれいかなあかんねんけど、結構やっぱ思いのほか向こうが M なのよ、もう声とかもすっごい出んのよ、それでもやっぱ向こうにもしてもらわなあかんから M 字でね、こっちも M 字、向こうも対面で M 字で、向こうは俺のを触るで、こっちは、向こうのを触るっていう時間があったのよ、ほんならやっぱ向こうは感度めっちゃいいからうわーってなってマジ白目向くねん、でそこで俺も気絶思い出して、あ、俺も気絶せなと思って二人とも白目向くねん、どういうことや、 M 字で向かい合ってカッてで、でもだからあの両方見てないみたいな感じ、見えてないよね向こうは、そうそうそう、でもちゃんと言うで、ちゃんとすり込まなあかんから、はい、わ気絶してた、ほらっていうみたいな感じで結構取りに行ったわけですね、そうですね、行きましたね、期待できるね、これ、そうね、あ、魚みたいもやったからな、何それどれ、魚みたいにはもう単純にえ、で、これやられた、え、俺ピチピチじゃないっていう森さん自体は勃起できてるのずっとできてるよ、ちゃんとちゃんとできてる、すごいね、それはね、でもやっぱ集中はできへんね、そんなに、え、1回だけ射精は1回だけやったな、そこちょっと弱いな、そらそら弱いな、あ、だってもう、いや、もう向こうもやっぱ怖いんじゃない、気絶するから、はいはい、やっぱり生かしたらっていう感じでしたよ、はい、でもまあこれ結果はどうはそのサメ一揆次第ですもんね、はい、ここはどんだけそのことは入れ込んでても、はい、これね、うん、ジャックポットの可能性も本当に高級アミド高級アミド俺が言った回数分書かれてる可能性もやってました、この子のサメ日記、うん、僕まあ見てました、見ました、はい、全部、はい、じっくり全部見ました、うん、発表します、はい、森田さんのことこの写メ日記に書かれてませんでした、え書かれてない、えどういうことだね、なんで今押収してもおしゃーないの書いてるねん、はあ、もうなんで、マジマジ、その方はその方結構上げてる方、この方は結構上げてます、上げてるよ、だってやっぱ俺上げてる子狙っていったもん、で結構一人ずつ上げてたりするから、これはもう俺絶対勝ったと思ったもん、終わった時点で、うん、タイトルとかも見てるかちゃんとアマゾンカード3000円そうかな、そないねん、まあ、ないのないです、はい、マジされてない、うん、モルであれしてんのかな、 M さんへはなんかあのモロッコなんかね、モロッコって言ったらな、うん、お兄様の男前な九州男児感にドキッとされっぱなしでした、これ森さんちゃいますもんね、いやでもなんかその感じは出してくれるよ
気持ちいいばいってなんかエッチな感じめちゃくちゃ変なんですよ。なんでそこの人ちゃいますよね。とにかくすんごく大きくてぶっといおちんちん。俺やな。いや俺やな、ね、俺やな、ね、お前そんなのみんな思われたよ。ということで、ノーポイント、ゼロポイント。うわー、はず、はい、やばこれ。これはもうどうやっても、もう書かれた時点で一文字さえあれば確かに、確かに。もう、もう何でもええねん。わかる、書かれてるかどうかわかる。いや、でも、誹謗中傷の可能性。それでも勝ちや。マジで。それでも勝ちや。ということで、じゃあ、はい、次、ブクロさん。はいはいはい。まあ、僕も昼間に来ました。昼間に行きましたというより、うん、家に五反田から出張していただきまして、五反田でお金落としてますからね。あ、ちゃんとね、はい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 、で、林田さんでしたっけ、はい、僕は東田として行かせていただきまして、東田、まあ、めちゃくちゃ俺も調べて、うん、まあ、もう絶対この子はもう喋り書いてくれんやろなっていう子がいたので、うんうん、でもうその子チョイスして、うん、言ったらそのなんていうかな、この気持ちよかったとかも書いてるなとか、うん、あーうわこせっこ、うん、優しかったせっここいつ。ほんでこの子の次はあのどういうタイプの人が気に入ってはんのかなって、うん、やっぱなんかその子のあれを見てると結構文字数が人によって違うなとかあったの、うんうん、あ彼女扱いしてくれんのがいいみたいな、よかったみたいなのがあったんで、 あこれはもう俺はもうじゃあそっちやと、うん、でも俺はもうそのモードを入れて、うんうん、でまあ、まあ差し入れどうこうって言ってたじゃないですか、うん、でまあ言ってもこれは、まあ、この企画であることを言わなければいいってことだったんで、うん、もう差し入れも込みで、うん、これも家にかぼちゃを置いときました、うん、2000円のかぼちゃを買って、お2000円のかぼちゃかぼちゃを買って、今、玄関のオートロックのインターホンが鳴りましてもう到着するんですけれども、差し入れも、買いました。今回差し入れははいかぼちゃにしました。あ、来ましたね。絶対にこれで巨大かぼちゃの話にはいけると思います。はい、で入ってきた瞬間に俺もえってなって、うん、でそうですよねっていう話をされて、うん、顔さした、ね、顔さした、まあ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 って言ったら、うん、リビングにかぼちゃがもう早速食いついたよ。え、これ何って言ったら、うん、まあ俺もまあ一応こんな買ってきたとも言うのもあれやから、うん、あの今日朝ロケで茨城の方で畑行ってきて、うん、で自分で取ってきたのよって話をして、うん、でよかったらこれ持って帰ってっていう話から絶対いらんけどな、いやさすがにこれはみたいな話をしてたから、うん、もうあの一向にやっぱりその袋に入れて持って帰るようとはしやがないから絶対嫌や絶対嫌。お前何考えてんのよこれさすがに、うん、って言ったからもうじゃあとりあえずじゃあそういうプレーに入りますかって言っていやいやいやこの巨大かぼちゃの作戦としてはそれってこと、はい、そうだからかぼちゃも入れてなんだったらこれを持って帰ってほしかったから差し入れにも使おうと、まあ、だから2枚抜きってこと、うん、差し入れとね、うん、でしかももう、まあ、物を見せればはい、もう話はできる、インパクトは強いっていうね、はい、うん、であらかじめあのちょっとお胸が大きい方やったんで、うん、もう、まあ、あの見させてもらった時には巨大かぼちゃだねっていう一言も入れまして向こうにも言って十分もうそこで何枚も張り巡らしてんな巨大かぼちゃはそれは受けたんじゃない、そのさっき、うん、物を最初に説明してもらったら、うん、一緒にしないでよみたいな、うん、取れたてのかぼちゃとみたいな感じの言葉、うん、話はありましたそんなええ返しはしてないよ、ね、うん、でまあまあそこからはもう本当にいかに彼女っぽく扱うかというか、かあ、うん、なんか、ね、うん、服も脱がしてあげ、うん、下も脱がしてあげみたいな、うん、でもう風呂場まで行くのにはもう手をつないでみたいな感じで、ね、いやいやマジですごいな、よう恥ずかしげもなく俺らの前でそれ言わないから点数を稼ぎに行ってますから、うん、でまあ終始私が攻めさせていただきました、はい、気持ち悪いわこいつのやっぱ、うん、こいつのやっぱちょっと聞くの嫌やな、何かやねんちょっと後ろ向いてとか言いながらね、うん、後ろよう見えるわみたいな話を、うん、そういうのをちょこちょこ朝見ながら恥ずかしいそういう企画やからほんまにおいいやそういう企画やからも十分よ M 字開脚でもな気づかったよでもそれで言ったら俺はそこから僕全然普通に楽しませていただいてプレイ自体は向こうも満足して帰ってくれたと思うんですよ。で、シャメ日記を最後書く子なんで、うん、書いてると思います。いや分からんで、俺も書く子やったもん、だってマジで、まあちょうど袋が行った日付と、はい、その子の写メ日記
見させていただきましたけども、うんはい、これかなというのえございました。はい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 。今日はお仕事終わりにお誘いしてくれてありがとうございました。ちょっと待ってください。はい、それは袋とは限らないですよ。それなんかないんですか、その証拠となるものは。うん、そのあ、うん、その場合頭つけるか、指名、うん、ご自宅、うん、H さん、あ、まあ、はいはいはい、東田東田か、お前も H かい、はい、で、たくさん素敵な女の子がいる中で選んでくれて、うん、一緒に過ごせて嬉しかったよ、うん、嬉しかったよはないか、うんうん、ないか、ただこの後に嬉しかったような後に、うん、水滴マークがついてます、うん、あれあれ、うん、あれちょっとあんま良くないんじゃない、うんうん、これはだから、うん、クジラ、クジラ、あ、たく、そうなん、水しぶきなのか、いやいやいや、だってまだやろ、それはなんかすごい気持ちよかったようで、うん、あの水滴やったら、まあクジラと認めてもいいけど、うん、嬉しかったよう、嬉しかったようで、だから、うん、会った時点でもう濡れてたということでしょ、いやいや、そのね、解釈や、そのすごい解釈してるそのポイントちゃんみたいな、で、続いて、うん、優しくて、おい、はい、来たよ、面白い、おお面白い、イチさんと初めましてした後に、うんはい、テーブルにかぼちゃが置いてあったのが来た来た来た、ずっと気になって思わず聞いちゃったんだけど、うんうんうん、オブジェみたいに馴染んでたね、巨大はついてませんね、巨大はついてるけどね、あそういうことね、日記かぼちゃなんか入ることは今までありましたから、はいはいはい、過去ただインテリアでかぼちゃを置いてたやつってことね、過去ありましたか、かぼちゃが入ってたこと、うん、これはだからまあ、うん、巨大がつくことがやっぱり、うんうん、あそこかかんか、うん、巨大言うてたけどな、うん、いっぱい、うんうん、ただ優しくて面白い、撮れてる、はい、はい、撮ってますね、はい、うん、照れちゃうくらい褒めてくれる H さんと過ごす時間は本当にあっという間で、出ました、あっという間、うわーすげえなー、はいはいはい、でまだ一緒にいたいなって思ったし、またお会いできる日を楽しみにしてるね、うん、はい、で、うん、チェリーマークがついてます、あれ、はいはいはい、チェリーマーク、あれチェリーボーイやと思われてるってことですよね、これだいぶマイナスポイントじゃないですか、これ、いや、可愛らしい、もちろんやろ、ね、そういうことですよね、あと、帰り際にチュッてしてくれて、うん、頭パンパンは、パンパンしすぎて、うん、頭パンパン、もうついてへんね、これはだいぶ、これ DV マイナスポイントですよね、ポンポンや、ポンポンはいいけど、パンパンはさ、なんでどっつくねん、お前はさ、やめとけよ、お前マジで出してへんね、うん、でもこれ結構な数、だから結構取れましたね、まあ確かに、優しかった、優しかった、まあ俺はまあ俺は確かにゼロやもんな、俺そうだね、今のとこ前書かれてへんからな、まあ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 、別れ際のどんな感じかだけちょっと、うん、頭、うん、頭ね、で俺があのこの喋り記読む限りではね、うんうん絶対そうだよ、お前さ、お前やばいよ、マジで、風俗やで、風俗やポンポンや、風俗の方に向かってポンポン死ぬわけあるか、今のパンに聞こえましたよね、パンパンや、ちょっともう、わかった、じゃあ今週ももう一回やるか、もうおうリベンジさせてもらわないかな、自分でも普通に風俗行きたいやろさすがにもうやりすぎなんちゃう、うん、そうね、確かにな、変なやつやもんな、変なやつやから、もう他のお客さんも呼ぶじゃないですか、うん、で他のお客さん呼んだ時に、うん、なんか変な客に疲れてるって確かになって思われたらちょっと敬遠しません、そうね、そうね、確かに、もういいよ、俺の負けでいいわ、いや負けや、うん、その代わりも今からもう全く同じように説教しに行ってくる、うん、お前が怪我ないせいでパン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 